ご紹介ありがとうございます医療法人再生未来の井ですちょっとコンピューターのトラブルがありまして遅れて申し訳ありませんそれでは今からスタートさせていただきます今日は若返りと感染症への新たな挑戦食品魔法を使ったウクライナでのコロナ臨床治験日本でのテレビア臨床 テルミア新庁の臨床試験についてお話しいたしますスライドが多いので要点を話していきます医療法人再生未来の紹介です再生未来は本部が大阪でバイオセンターも大阪にありますそして東京都神戸にクリニックを持っています再生未来は海外に進出しています 海外に会社を持っているだけではなくて最近にセルビアとリトアニアにクリニックを開きました私たちのゴールは重篤な疾患例えばがん自閉症感染症などを克服することにあります再生未来は国内で6つの大学と共同研究をしています そのうち4つののの大大学学学は医学部以外の大学です。その理由は新しいがん治療を開発するためには工学部理学部獣医学部そして薬学部の力が必要だからですそれでは食品マフ GC マフそしてマクロファージの紹介をいたします 新世代 g c マフの紹介です。GC マフとは GC タンパク由来マクロファージ活性化因子のことです。再生未来は5つの異なるタイプの g c マフを持っています。オールド g c マフ、血清 g c マフ、f 自由来 g c マフ、食品マフ、そしてリコンビラントマフです。 オールド GC マフはこのようなビタミン D カラムを使いますそしてこのビタミン D カラムは通常普通の部屋に置かれ何回も繰り返し使われますその何回も繰り返して使うことが汚染のリスクが増えるということにつながります品質もあまり良くなく再生未来では随分前に製造を中止いたしました 再生未来は今新世代 g c マフに焦点を移しています例えば血清 g c マフ事自己由来 g c マフ食品マフそしてリコンビラントマフです特に食品マフは非常に多彩な機能を持っています日本では食品ですが 食品マフが非常に数多くの疾患によく効きますのでこれは医療界の革命を起こしている可能性があると考えています日本ではあくまでも食品ですそして最新のリコンビラントマフは新しい薬になると考えられています人々がボトれルマクロハージのイメージは空腹な ちょっと,かちょっとすいませんちょっとコンピュータトーラブルで僕のが何か映ってなくてすいませんここは抜けてるんですすいませんあの空腹な大食白血球ですバイ菌を飲み込んでアメーバのように動きますマクロファージは非常にダイナミックな細胞でほとんどすべての組織に認められます あこれ出てきましたマクロファージュは非常に重要な機能を持っています。例えば病原体の鈍色死んでいくあるいは死んだ細胞とその残骸の除去老化した細胞の除去そして適応免疫あるいは早消中 組織修復再生に非常に重要な不可欠の役割を果たしています M1 と M2 マクロファージです M1 M2 マクロファージ理論は非常によく聞こえますしかしながらマフを使った治療で臨床的な事実が合わないという、えー、欠点がありました問題がありました マクロファージは2000年まで M1、M2 の2つのタイプに分類されていました。2004年、M1、M2A、M2B、M2C と4つのタイプに分類されました。そして2014年、MAF による7つの活性状態、すなわち7つのグループに分類されました。そしてそれ以降、もっと多くのタイプが付け加えられました。 最近の研究から M1、M2 のパラダイムがマクロファージの活性化のあらゆる状態を包括してない、すなわち M1、M2 パラダイムは不十分だという意見が出てきています。マクロファージはさまざまな刺激に応答して、その分極化を変化する能力を持ちます。マクロファージの表現型を変化し、組織修復中に M1 用から M2 用の表現型に切り替わる、そしてその逆もあります。 食品マフは非常にさまざまな機能そしてを持っていますこ,れこの食品マフはマフっていう名前マクロファージ活性化因子を飛び越えていますそして食品マフは単にマクロファージだけではなくて樹状細胞 T 細胞そして テラミアの長さを長くすることによって肝細胞を影響を与えると考えています。この驚くべき事実についてはまた後で紹介いたします。マクロファージは体のほぼ全てに存在します。例えば脳、皮膚、肺、 長官などですそして組織マクロファージは損傷した組織あるいは正常な組織の修復再生そして若返りに重要な役割を果たっています食品マフの臨床適用ですが非常に幅広いです最初 がんの患者さんに対して GC マフの注射と食品マフを使ってきましたその後マフは抗生物質体制菌やコロナとの感染症自閉症慢性疲労症候群アタピー性皮膚炎毛髪の減少過発花粉症けが脳変性疾患などに有効であることが分かってきましたそして最近本質的な治療がなかった 若返りと長寿にも、食品マフは非常に有効であることがわかりました。それでは、バクテリアおよびウイルス感染の紹介をいたします。なぜマクロファージは多くの感染症に対して非常に重要なのでしょうか。 この図はコロナウイルスの主要な細胞標的を示しています。コロナの感染部位ですが、一般的に鼻から入って肺、また腸管というパターンが多いです。そしてコロナの感染部位には、マルトと呼ばれる粘膜関連リンパ組織が存在します。そししてて、このマルトはあらゆる病原菌に対して ののの体の最初の防御となりますマルトは粘膜関連リンパ組織は感染症に対する最初の防御ラインです。マルトにはガルト腸管リンパ組織、バルト気管支関連リンパ組織、そしてナルト BIN と関連リンパ組織など多くに分類されています。また最大の特徴はこの粘膜関連リンパ組織には大量のマクロファージが含まれているということです。粘膜関連リンパ組織には非常に多くのマクロファージ、樹状細胞、そして リリンンパパ球、B リンパ球も含ままれています。このマクロファージ活性化因子は直接この部分に存在する大量のマクロファージを活性化するということをデザインされています肺胞マクロファージは肺の主者と呼ばれています 肺胞マクロファージは呼吸器病原体に対する細防御細胞防,防御の最前線として機能します。高齢の動物では若い成人動物と比べて肺胞マクロファージの数が減少しています。これは人間でも同じと考えます。高齢はコロナを含むウイルス性肺炎の患者における重症化や死亡の最も重要なリスク要因となります。 老化したマクロファージ、ハイフォーマクロファージを回復するためにこれを対象とした戦略を展開することは非常に重要と考えていますこの意味では食品マフ、そして GC マフは非常に有力な候補者ですハイフォーマクロファージを活性化し、若返らせ、数を増やし若い時のように変えます、戻します しかも全く副作用はありませんそれでは今から新型コロナ臨床試験フェーズ2ですウク,ライでウクライナで送られましたコロナ入院患者さんにおけるマフトリプルの有効性を評価しました研究デザインです 目的はウクライナで第2層臨床試験を実施し、初入マフと保湯マフが対象群と比較してどれだけ効果的かを評価すると。合計204人の入院患者さんがこのトライアルに参加され、1対1対1の比率でランダムに3つのグループに分配されました。1つ目はコントロール、グループ K、標準治療のみです。 2つ目は、初乳マフ群、グループ M。標準治療プラス、初乳マフトリプル。3つ目の群は、ホエマフ群、グループ W です。標準治療プラス、ホエマフトリプル。患者さんにおける最も一般的な平蔵疾患は、慢性心臓病。 高血圧症、慢性神経疾患、新型糖尿病などです。これがスライドの一番重要なところです。生命を脅かすコロナの出来事と死亡率。1がコントロール、標準治療のみ。2が初乳マフ群、標準治療プラス初乳マフトリプ三3がホエマフ群。 標準プラス治療プラスホエマフトリプこのようになっています患者さんの数ですがコントロール群72名初乳マフ群63名ホエマフ69名と、えー、なっていますそして出来事です新規の ICU 入室はコントロール群は16.7%です初乳マフ群は9.5% そして、ホエマフ群はわずか4.3%でした。新規の非侵襲的人工呼吸です。コントロール群は16.7%。初入マフは10.5%。ホエマフはわずか6.5%でした。新規の機械的人工呼吸です。コントロールは12.5%。 初乳麻布軍は3.2%、わずか3.2%です。そして、ホエ・マフ軍は1.4%と非常に低いです。34日間の死亡者です。残念ながら、コントロール軍では11名が亡くなられました。初乳麻布軍では2名、そしてホエ・マフ軍では3名でした。この、 臨床試験の結果を知ってウクライナの担当の先生たちは非常にびっくりされました僕もまた非常に驚きました病院滞在中の総死亡率です、えー、ここに書いてありますようにコントロール群と比較して初乳麻布群とホエマフ群での死亡率は著名な抵抗を認めた 全体の死亡者のうちにコントロール群すなわち標準治療だけのグループの死亡率が67%そして初乳麻フ群は14%保衛麻フ群が19%と大きな差がありました統計的に完全に有意な差ですこれはリンパ球の数を見たものです 3つのグループでのベースライン、1日目のことですが、リンパ球数が1000以下の入院患者さん、そして2週間の経時変化、リンパ球の増減を見ています。コントロール群、初乳麻布群、保衛麻布群です。1日目、7日目、14日目、これは同じです。 結論ですが、初乳マフ軍とほえマフ軍は、何日に総リンパ球数が著しく増加しました。コントロール群では、14日目に総リンパ球数が中程度増加しましたが、何日目までは有意な数ではありませんでした。要約しますと、初乳マフとほえマフはリンパ球の数を急速に増加させたといえます。 海外の患者さんもおられますので、少しだけこの英語のスライドを見ていただきます。僕もコロナにかかりまして、ビタミン C とか、あるいは NK 細胞を施行していたので、地震があったのですが、やっぱりリンパ球が半減しました。そのためにマフトリプルを9カプセルになりまして、すっと治りました。 だから僕もちょっとマフの効果にびっくりしております。臨床結果の要約です。コントロール群と比較した初乳マフ群とほえマフ群の有効性です下のように。次のように認められます。死亡率の著しい低下、侵襲的及び非心臓的人工呼吸、そして ICU 入院の発生率の減少。 酸素吸入の必要性及び継続時間の減少病気の回復時間の短縮退位までの時間の短縮呼吸不全の予防リンパ球数減少の早い回復そして初入マフとホエマフ旧カプセル2週間接種後の有害事象の報告はないです。 これはウクライナで施行されたマフトリプルによる臨床試験の論文、今は Web です。最終的にレビューアーをパスしましたので、あとはアクセプトされるのだけを待っています。また同じ臨床試験をイタリアでも施行しました。特にルクレッチャ先生がその中心で、彼女は論文を書きまして、これも最終の論文のアクセプトを待っております。 症例の紹介です。ウイルス性及び細菌性感染症です。肺の非定型抗酸菌症です。七十六歳女性。肺の非定型抗酸菌による肺感染症です。抗結核薬は初期には良好な効果があり、十年間服用されました。 10年の治療の後薬剤に対する耐性が生じ治療の効果が失われました2009年6月高濃度ビタミン C 点滴 25g は週に1回投与開始されました2011年2月胸部 X 線で肺にまた活動性の侵入が見られました そこで2011年10月から g c マフを週に1回 0.5cc 注射を開始し約1年間継続されました2012年11月胸部 X 線検査で肺に反根組織のみが見られ活動性の浸順は見せられなかったですこの患者さんは今も、えー、完全寛解の状態にあります 次の例は食品マフト末期すい臓がん患者さんの感染症です74歳女性膵臓がん多発肝転移慢性関節リウマチ緩和ケアのためにホスピス入院中です2014年10月4日高熱が出現し持続しました10月20日に意識がなくなりました10月10日救急病院に搬送されるも肺炎なし 10月14日ホス,スホスピスに戻られましたそして中心静脈栄養も施行されました昏睡状態が続き発熱が持続し抗生物質効果なく人気の障害を認めました10月18日主治医の先生から余命数時間から数日の報告を宣告を受けられみんなでお若い会を施行されました その夜息子さんが口の中に少量の水と食品マフカプセルのパウダーを1日2回塗布し始めました翌日より下熱傾向になり3日後平熱に戻りました10月29日3週間の昏睡の後、目を開けて人を目で追えるようになりました11月4日会話この食べたいと言われましたそしてもう11月かとも言われました ツビスの主治医は今まで2000人見送ったが今回は初めてのケースと食品マフは驚異的な薬とこれは日本とは食品ですデング熱の症例です32歳女性バリインドネシアから帰国後オーストラリアでデング熱と診断を受けられましたマフのカプセル パウダーの舌下投与で一日にカプセル取られました。そしてたった一週間で、すべての症状が消失しました。こういうふうな湿疹も、血膜の炎症も消えました。では、テルミアの話に移ります。本当にテルミアを長くすることは可能か。マフトリプリによるテルミア身長を測定した、日本での臨床試験を説明します。 まずテロメとは何かテロメは人の染色体の末端を形成しているこういう防止のようなものですテロメの機能は染色体末端を保護しますそして染色体の長さを維持しますテロメは DNA の複製すなわち細胞分裂の時に徐々に短くなり細胞死や老化に至ります そしてテラミアが短くなると何が起こるのか彼は人生の一部であり美しさは永遠に続かないみんなそう言います。年齢を重ねると皮膚、脳、体全体が老化しみずみずしい若さを失ってしまいます。 では、テレメアが短くなると何が起こるのか人間の細胞のテレメア短縮は寿命の短縮と関連しています。テレメアの短縮は、体に伴う幹細胞の機能、再生、臓器維持を制限し、体性疾患の原因となります。また、がんになるリスクを増やす。60代が一番がんになるリスクは高いです。 また同時に血球のテロミメが短い60歳以上の人は死亡率が高いです。例えば心臓病による死亡率が3.2倍高い、感染症による死亡率が8.5倍高い、かなり高いです。そして全ての病気の原因からの生存率の低下が認められます。 DNA メチル化はテロメアの長さと密接に関係しています。老化は遺伝子による制御だけではなくて、エピジェネティックの影響を受け遺伝子発現に影響を与えます。エピジェネティックの変化とは遺伝子のスイッチをオン・オフにする機能です。老化の新しいバイオマーカーである DNA メチル化はエピジェネティックスに大きな役割を果たし、 セルミアの長さと密接な関係があります多くのコウモリを含む例外的に長寿の人は明らかな老化の兆候を示すことはほとんどありません。これはびっくりするようなことです。すごいことです。例えばコウモリのサイズのマウスは2、3年ぐらいしか生きれないですか 同じサイズのコウモリは30年40年生きますしかも若々しいまま生きますもし人間がコウモリと同じように生きれると仮定し体のサイズを人間に合わせますと人間は若いまま240年生きれます老化とがんに関係するいくつかの要因ですテルミアの短縮を引き起こす要因として 一般的に酸化ストレス、ミクロの炎症、生活習慣、特に糖化と喫煙です。この論文は食品マフが強い抗炎症作用を持つことがマウスの実験で明らかにしています。あなたは本当は何歳ですかこういう質問があります。 簡単な質問のように見えます。でも、これはいつ生まれたかに基づいています。ただ、年齢よりもずっと若く見える人がいることをみんな知っています。輝く肌と鋭い頭脳を持ち、驚異的なエネルギーを持つ人。なぜなのでしょうかそれは細胞、臓器、そして人には生物学的年齢があることが研究で繰り返し明らかにされています。そう、我々2つの年齢を持っています。 恋人年齢と生物学的年齢です。老化を遅らしたりあるいは若返りすることは可能か答えはもちろんイエスです。この写真は女性が年齢とともに老化していく写真です。この変化は一般的で典型的で不可逆と考えられていましたが、もはや不可逆ではありません。 若返り再生とテルミア神中の手がかりを臨床的事実から得る。僕が若返りについて思ったのはやはり臨床的事実を見てそう思ったので、ちょっとヒントとなった症例を紹介いたします。二十一歳女性、円形脱毛症です。この方はショウニバフニカプセル一日飲まれて着実に。 脱毛が良くなってきてきいます12歳男性、前頭脱毛症です。この人も1日2カプセル、マフカプセルを飲まれ、順調に髪の毛が増えてきています。この人はヒントとして大きかったです。 78歳女性脱毛症ですマフカプセル同じく2カプセル1日に飲まれて1年後の写真ですご覧のように髪の毛がかなり増えてきていますそして近所の人からあなたは一体どんなような治療をしているのかしつこく聞かれたそうです86歳女性脳出血と水槽症です 2016年2月に脳出血水槽症のために緊急の脳手術を受けられました。そして当然しばしば尿路感染症が発生しておりました。2017年9月に尿路感染症の目的で職員マフ1日2カプセルを開始されました。8月にマフのキャンディーも追加されました。 するとその後友達が彼女の頭に再び若い時のような黒髪が生えてきているのに気がつきました脳出血後2年半の写真です彼女は今88歳です髪の毛とまつ毛が黒くなって生えてきています患者さんはその後6年間 マフカプセル2個を継続されました現在93歳の写真です先日この写真をいただきましたタツ先生からいただきましたご覧のように黒髪が生えてきています昔6年前はマフトリプルがなかったのですがマフトリプルだったもっと若返りが進んだのではないかと勝手に想像しています 13歳、アトピー性皮膚炎の患者さんです。同じくマフカプセル、2カプセルを取られまして、3ヶ月ぐらいから、脂の炎症が赤みが消えてきています。食品マフは、先ほど言いましたように、強い抗炎症効果を持っております。首、そして肩の部分ですが、 だいたい2ヶ月ぐらいに発赤とか湿疹が消えてきていますこの症例はドイツの感染の症例ですドイツの先生が GC マフ 0.5cc を週2回打たれましたそして6週間目の写真です皮膚の赤みがかなり警戒してよくなっていますつい2日前に ウクライナの患者さんが同じく感染の方がマフのトリプルを飲ま,して飲まれて感染が良くなったという嬉しいメールをいただきました。27歳、相撲力士の大けがです。相撲の稽古で大けがをされました。右膝関節の脱臼、腓骨神経の断裂、人体帯の断裂。 理解手術を受けられましたがあまり効果なく相撲界からの引退を勧告されました2017年3月マフ6カプセル毎日経口素養と GC マフ中傷幹部付近に毎日局中開始されましたそうしますと3週間後に感覚なかったリング足裏に痛みとしびれを感じ始めました感覚が戻ってきました 半年後には筋肉は成長し動きも良くなり相撲に復帰することができましたただ筋肉があまりに急速に成長したために薬物を使っているという疑いでドーピング検査を受けられましたもちろんドーピング検査は陰性ですこのように自分で局所に g c マフ f の注射を打たれていましたではちょっとそのあお願いしますはい。 相撲のビデオですか。こちらが患者さんです。はい、ありがとうございます。次は四肢麻痺の女性です。五十五歳女性四肢麻痺。二千七年交通事故にて重度の頚椎損傷。C. の五と C. の六です。 そしてそこから獅子麻痺と首から下の近くの喪失が起こりました2016年5月23日留置カテーテルによる抗生物体制の尿路感染症緑脳菌に対して GC マフチューショーを開始しましたあくまでも緑脳菌に対して GC マフチューショーを開始しました同時に肛門周囲に老公があって仙骨部の床ずれもすでに認めていました g c マフ0 5 c c 毎日投与されました。そうすると反応は非常に早く気分が良くなり集中力も増加しました。そして手にチクチクする痛み、家事に痙攣を認め始めた。そして徐々に自分の体を感じ始めたということを患者さんが言われました。そして、 極度に集中した状態で、右手の3本の指がごく少し動かせるようになりました。8月23日より、追加で食品マフ2カプセルを開始しました。効果驚くほど早く、集中力、また生きていると感じられたそうです。そして、愛犬を触ったときに、毛皮の感触が戻り、これが今まで彼女の一番感動的な瞬間だったということです。 足も暖かくなり自分が逆にくすぐったかりやだと分かりました。チクチクする痛みがさらに広がった。皮膚の感覚、体の感覚が戻ってきている。9月11日にもマフスプレーも開始されました。現在 GC マフ注射ヘルパーさんの来るとき思考、そして食品マフ1日6カプセル、マフスプレー1日2回施行されています。

Good. S enough. <S この症例は本当に嬉しかったです。彼女は食品マフのボトルにはミラクルが詰まっているとおっしゃいました。それではマフトリプリによるテレビア新調測でした日本での臨床結果臨床試験の結果を説明します。 フェーズ2臨床試験40歳以上の一般人を対象としたマフトリプルの老化に対する有効性と安全性を評価するそしてテレミア腸の測定タートテレミラーゼトラリバーストランスクリプターゼを含む DNA メチル化解析彼らに伴う遺伝子発現の解析をししました DNA のメチル化の解析がようやく 今週の会議に戻ってきましたので、これはまた次回のときに発表させていただきます。プロトコルです。マウフトリプルを1日に2カプセル、空腹時に継続して摂取する。0ヶ月、3ヶ月、6ヶ月に採血を行う。そして、前血から DNA を抽出し、PC ハードルによりテルミアチを測定します。 現在の参加者数ですが2022年12月23日去年ですが203人うち女性が139人男性が64人でしたテルミア町の刑事変化です <えー S 1> 測定を完了した参加者数の数ですが161人 女性115人、男性46人、従って161人のデータです。0か月、3か月、6か月で明らかにテレミアが伸びています。3か月で平均約12%、6か月で平均なんと23%もテレミアが伸びているのが確認されました。有意差ですが、有意差は0.01以下で臨床的に明らかに。ああ 明らかに優位さがあります女性と男性のテレメア腸の経時変化です女性はやはり男性より約5%程度テレメア腸が長いですこれは予測されていましたそして女性も男性も3ヶ月6ヶ月で確実にテレメアが伸長しています長くなっています 次はテルメア腸と生物学的年齢の経時変化です。N は60、女性30、男性30を選びました。選び方はテルメア腸測定が主張した161名からテルメア身長度が高い男女各30名を選出しました。 テレミア町の経時変化先ほどの男子30女子30の合計60名ですテレミア値0ヶ月6ヶ月です6ヶ月とは驚異的にテレミアが高くなっています平均で57%もテレミアが長くなりました 生物学的年齢の刑事変化です。先ほどの60名の方です。0ヶ月に比べまして6ヶ月で生物学的年齢の低下が始まってきています。マウスに比べて人間の変化は時間がかかります。おそらく1年半とか2年かかります。そして0 6ヶ月でもすでに生物学的年齢の低下が起こっていますので、逆に 年年後2年後の変化が非常に楽しみですこの計算はホバースクロックに基づいて計算されています。テルミア臨床試験の要約です。食品マフによるテルミアの身長効果を確認した160名の参加者で平均3か月で 12%6 か月で23%の身長を認めました。 わずか6か月でも生物学的年齢の低下が始まっているそして今インドネシアでもレニー先生とパトリシャさんの協力のもと食品マフを使ったテルミア新調テルミラーデ発見等の臨床試験を試,験を試行中ですまたイタリアでも多分来年ぐらいから臨床試験を開始予定ですこれもまた海外の Zoom の参加されている人のために、ちょっと英語のビデオを、英語のスライドを載せます。以上です。どうもありがとうございました。